うわぁ、チェンマヨとマルーン言ってんな、こいつら。おい、しかもカップルコーデ。そう、いつも客側のあれだったからマジでそわそわしてる。チンロックだ、チンロックおる。うわー、カップルが多すぎる。ご来場の皆様へスマートフォンの設定についてご案内申し上げます。ここは大きな町から遠く離れた湖のほとりにある小さな集落。月明かりとわずかな街灯が灯るステージでは毎夜秘密の音楽会が開かれています。秘密の招待状があればあなたにも聞こえるはず。それでは今夜の調べをこっそり楽しむことにいたしましょう。最初の音楽家はラグランジュ三芝さんです。いきなりマイクチェックチェック、ワンツー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 。そう、ダダ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 。皆さんこんばんは、秘密の音楽会へようこそ。いや、本日トップバッターのヒューマンビートボクサーラグランジュ三芝です。本日俺が演奏するパフォーマンスは全て口から全て自分の声で演奏しております。短い時間ですが今日は楽しんでいってください。続くよ。ただその前にちょっとステージドリンク、ちょっとお水を飲ませてください。飲んで飲んで。飲んで飲んで飲んで。おもろ。やるやん。店長。店長。どうも失礼しました。皆さんも今日はね長丁場になるんで、ご飯食べ物飲み物忘れずにちゃんと取ってくださいね。めっちゃいい。あまりの楽しさに倒れちゃう人も結構イベントよくあるんでね。今日は元気に皆さん楽しんでいってください。それはもう少しだけ お付き合いください。
ってんですよ。ありがとうございました。ラグランジュ三芝でした。お楽しみいただけたでしょうか。ラグランジュ三芝さんありがとうございました。ピンコだ、ピンコだ、頑張れピンコ。次はロゼ柳ピンコさんです。いや歌聞くの初めてだね。こんにちはですわ。ロゼ柳ピンコですわ。聞こえない聞こえてるよ。聞こえてます。聞こえてるよ。こんにちはですわ。秘密の音楽会に来てくださりありがとうございますわ。オリジナルソングを作ってまいりました。出演者のうち2人セクハラで、本日はこの街に来てからプリズ言ってるから、この街に来る前もおちんちんおちんちんプリズン2人とも言ってる。心配だったりシンプルで言ってますから、抱いた夢にそれに向かっていく自分を応援したいなっていう気持ちで作った曲を弾き語りで歌いたいと思いますわ。いつもの私らしくなく真面目な雰囲気になってしまいますが、聴いていただけたら嬉しいと思っておりますわ。タイトルはなれるかな。ピアノうめえんだ。うめえピアノ。ラグランさんお疲れ様でした。お疲れです。描いた夢を叶えるのは難しいね。かわいいよ。チェリー思い出す。忘れたいね。今もこれからもこれまでも夢なんていらないね。思い出して君を支えたあの時あの瞬間を。誰かに寄り添える人にいつかなりたいな。誰かに愛される人に。え、かわいいじゃんお前。なんなお前、うんち漏らしてるやろ。うんち漏らしてる女とは思えない可愛さなんだよ。変わりたいよ。何もできない自分のこと諦めたくなるの。信じたいの。思い描いたあの時あの瞬間を。かわいい。いつかなれるかな。なれるよ。いつかなりたいな。なれるよ。いつかなれるかな。誰かに寄り添える人にいつか歌うんだ。誰かが口ずさむ歌をいつかなれるかな。誰かに寄り添える人にいつかなりたいな。誰かに愛される人に。普通になんか CM でありそうだけど。生命保険とかの CM で流れそう。以上ですわ。ご清聴ありがとうございました。かわいい。ロゼ柳ピンコさん、かわいいありがとうございました。ギャップじゃん。いいね。なんだあいつ。ロゼ柳ピンコさんの今日の MC は亀山ヒロさんです。頑張れヒロシ。皆さんこんばんは。普段は焼け野原ヒロシとして活動してますが、今回は本名の亀山ヒロとして歌を披露させていただきます。今回ここで歌う歌なんですが、ある人を思って自分が作った曲になります。まあいろいろあったんですけど、まあそのいろいろあったことも含めて、この曲がさらに、自分の中で深みましたと思います。それでは聴いてください。亀山ヒロでひまわり。ジョアンナに向けてお前まさか。ひまわりのように眩しい君を。すいません、もう一回いいですか。すいません。
いいぞ、濃いな、いいぞ、もう一回行こう、いいんだよ、海のように眩しい君を見てた。君はいつもそこにいるだけで周りを太陽みたいに照らしてるんだ。君がいれば周りの人はみな自然に笑顔いっぱいになれるんだ。君が眩しすぎて時に目がくらみそうになるけど、そんな君がいるから僕も一歩踏み出せるんだよ。ひまわりのように僕は君だけをただ見つめてる。気まぐれな運命さえも変えることができたなら、この歌に乗せて今思い紡ぐよ。太陽みたいに君の未来を照らし続けたい。かっこいいぞ、ヒロシ。そしていつか時が過ぎ去って季節が何度も巡り移り変わって、花を散らすように思いも沈むこともあるけど、新芽が芽吹くようにそう新たな思いも生まれるんだ。ひまわりのような君は今もどこかで咲き誇ってるのかな。日も暮れて今日も僕は自分の花を咲かせてる。この歌は今も変わらないままに、太陽みたいに互いの未来を照らし続けてる。ひまわりのように僕は今も君だけを見つめてるけど、今はお互いに先に進むべき時なんだろう。今までのことは全部間違いなくきっと無駄じゃない。お互いに種をまいて花を咲かせていたのさ。この歌はきっとこれからの先も太陽みたいに互いの未来を照らし続けるんだ。ひまわりのような君へ。届いてるよ、絶対。ありがとうございました。あー、素晴らしい。めっちゃいいじゃん。亀山ひろさん、ありがとうございました。それでは、次の音楽家をご紹介します。わきまスイッチ。ノビーと大脇拓磨さんです。どうも、わきまスイッチです。みんな聞こえるかな。聞こえまーす。あ、声が全然足りひんからもうちょっと大きな声で、聞こえる？聞こえまーす。聞こえまーす。はい、どうもどうも、わきまスイッチいます。日本から貯金積み上げてやってきました。そうですね、
まあ、自分らの曲はよく聞いたことあると思います。あのアニメとかドラマとかでね、多分結構流れたと思うんで、まあ、代表曲だとアルミの錬金術師、あのオープニング、はい、ゴールデンタイムラダー、聞いたことあるよって人手挙げてください。はーい、 ありがとうございます、ありがとうございます。まあ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 、挨拶はさておき、まあ、今回やる曲はですね、まあ、その中でも一番有名なあの恋愛ソングやらせていただきます。まあ、先ほどひろしくんがかっこいい恋愛ソング披露したということで、僕たちも負けてらんないなということでやらせていただきます。それでは聴いてください、ワキマスイッチで船出。めちゃくちゃいい。ワキマスイッチのお二人ありがとうございました。ワキマスイッチ、素敵な歌を披露してくれたワキマスイッチノビーと大脇たくまさんにたっぷりとお振り込みをお願い申し上げます。それでは次の音楽家をご紹介します。今日はオリジナルソングということでして、めっちゃ良かった、社員ご夫婦がマジ緊張したわ、緊張した俺も、頑張って歌っていきたいと思います。では聴いてください。
例えば誰かに好かれたくなった時、後で私は何をして生きてゆくのだろう。例えば誰かの嫌いを知った時、私は何を感じて変わるのだろう。人に合わせて自分を隠して、まあ、完全オリソンだから、なんてことばかり考えてた。私らしく歩いてみようと思った。人のせいにして頼るばかりではダメなんだと心が叫ぶ方は一体どこなの。わがままでもいいから、わがままになれればいい。私らしく唯一のミスはギター出せなかった。緊張しすぎてそれどころじゃなかった。くさず例えば誰かの理想を知った時、私は何を思い生きてくのだろうか。请求续听伊塔克鲁德斯格瓦奇欧桑亨特尼塞克德西的。例えば誰かの痛みを知った時、私は何を感じて動き出すの。今の私は見ないふりして、なんて真似だけはしたくない。やあなたらしく歩いて欲しいと願った。散りばめられたらしくのピースもはまってゆく。声が枯れるほどに叫んだその想いは、いつか誰かが見つけてくれる、認めてゆこう。叫んでいる心を抱きしめてあげて、震えてることも奮い立つこともあるがままに、私らしく。ありがとうございました。マジでいいよな、すごすぎる。マチナ・ジョアンナさん、ありがとうございました。ありがとう。よろしくです。マチナ・ジョアンナさんの今日の ID は皆さんこんばんは、日々と申します。ダミアンです。はい、今回の、歌なんですけれども、普段私たちはソロで活動していることが多いのですが、今回は、この日のために2人でデュオの曲を作ってみました。全力で歌うので楽しんでください。それでは聴いてください。ぶちかませ Days。 見上げた空深呼吸して、魔法の言葉を唱えるの、絶対大丈夫と大空へ。あとで計算するわ、形状もう全部全部伸びにあげる。伸びなかったできなかったから。自信が持てなくなって、一度待って前に進めなくて、目の前のあなたの姿が遠くに見える。深いため息をごまかして、
新鮮アニメ感あるんだな。バクテキな心の汗が涙を濡らす。もうダメだよって言葉を飲み込む。それでも諦めたくない夢があるの。勇気を振るい起こし何度も立ち上がる。思い切り自分を騙して弱い自分に嘘をついてこう。私は大丈夫と大声でかっけかっちぇ。確かにロボ系だよな。うん、いい。まっすぐ臭い系の。何ができるかなんて何も浮かばない。ただ過ぎてく日々、一歩でも踏み出せない。臆病な心、あなたの声が聞こえなくて焦るばかりで空回り。すごいよなマジか。ゼロから作ってんだよこれ。何かが折れて守りも。もう終わりだって言葉を飲み込む。オッケー。いや全然アニメいけるだろ。いつかなるよ多分。弱い私のこと好きになれなくて。このギターのリスカクエ。それでも弱さも受け止めて。諦めたくない夢があるの。勇気を振るい起こし何度も立ち上がる。思い切り自分を騙して弱い自分に嘘をついてこう。私は大丈夫と大声で絶対大丈夫と叫んで。ありがとうございました。マジかっこいい。日比&ダミアンさん今ですよ。アニメ制作会社さん、本日最後の音楽家をご紹介します。あ、議員さんね、我が輩ね。しぎしじんさんです。あ、じんさんだったごめんなさい。皆様こんばんは。こんばんは。皆様ハローごきげんよう。しぎしじんと申します。まだまだ初めましての方もいらっしゃると思います。名前が覚えにくいという方はぜひギシギシツタンカーメンとでも覚えてください。出たやこいつ。はい、よろしくお願いします。さて我が輩はこの町に来てまだ7日目ですが、今回恐縮ながら秘密の音楽会という素敵なイベントに出演させていただくことになりました。我が輩は日本でシンガーをしていて、日本にいる友人との約束、ビッグになるという約束を果たすためこの町にビッグになりにやってまいりました。そして今日ビッグになるための第一歩をこの町の皆様がくれました。本当にありがとうございます。素晴らしい。我が輩はこの町に来てたくさんの方に救われて、たくさんの方に教えてもらいました。ロスサントスは本当にいい町です。どうぞ皆様今日は最後まで全力で楽しんでいってください。ではそのために我が輩が最高に皆様を楽しませるべくちょっとしたコール&レスポンスの練習をしたいと思います。まだまだ皆さん好きな食べ物はありますか。ライス、ザーサイ、アンコウの肝心状、なるほどね、アンコウの肝心状。言ってない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 。ラーメンが一番多かったですね。はい、それやりたいだけだろ。素敵ですね。ラーメン美味しいですもんね。知ってんぞ。そうですよね。いや知ってんぞ。そうなんです。たまたま今日ねラーメンにちなんだ曲をね持ってきたんですよ。前回もなのでよかったらね、そんなラーメンが食べたい皆様ですね、ラーメンコールを一緒にやっていただきたいです。我が輩がみんなで一緒にと言ったらラーメンラーメンと言ってお願いします。ラーメンラーメン。いい
みんなで一緒にラーメン、ラーメン、ラーメン。さようでございます。もう一回いきますよ。みんなで一緒にラーメン、ラーメン。素晴らしいですね。やや早めでもいいかもしれません。いきますよ。みんなで一緒にラーメン、ラーメン。はい、そうです。ありがとうございます。その後ですね、叫べラーメンというのがあります。我が輩が叫べラーメンと言ったら日本一と言ってもらっていいですか。はい、はい、いきますよ。叫べラーメン日本一。素晴らしいですね。いいですか皆さん、今日はですね、最高の皆さんの声をこのロスサントスに響かせたいと思っておりますので、今日一番の声を出してください。みんなで一緒にラーメン、ラーメン。叫べラーメン日本一。ありがとうございます。もう一個だけ練習させてください。 B メロで、B メロがですね、はいはいというのがございます。これ3回続きます。はいはい、チャチャララチャ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 、はいはい、チャチャララチャ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 、はいはい。これ3回続くんで、我がはいはいはいだよって言うので、そしたら皆さんはいはいだよってはいはいしてください。はい、地べたを這うわけじゃないですからね、声のはいはいですからね。よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、ラーメン食べたいか。イエーイ、食べたい。いっぱい食べたいよな。食べたい。ありがとうございます。我が輩きっと今日これで一歩前進するので、今日7日目でございますので、我が輩今日ここで初心者枠を外せればと思いますので、よろしくお願いします。それでは参りましょう。日本一ラーメン伝説。あー、お腹すいた。さあ皆さん盛り上がってまいりましょう。ほいほい、まだまだ声出していこうぜ。ほいほい、ふたけのまかけだ。いついてよいどんで、どんぶり持って、まにばしわって、両手を合わせていただきますと笑顔で言えば、天使はい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 、みんなで一緒に太麺すすりだ。はいはい、考えずに自分を捨てて、はいはい、みんなで一緒にスープも飲み干せ、うまいお準備はできましたかしら。ご一緒に行くぞ、橋もてドレステープワンツーで、みんなで一緒にラーメン、ラーメン。でも満わせラーメンバーギない、どんな時でも食べまくれ、叫べラーメン日本一。まだまだ盛り上がっていけるよな。ありがとう。麺全部食べきれば、ごちそうさなんじゃなくて、どんぶり置いて、割り箸置いて、片手を上げたら替え玉一つ、原曲言えば天寿の、はい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 、みんなで一緒に替え玉頼んだら、お待たせしました、スープへダイブ。はいはいはい、みんなで一緒にもう一度箸持って、再び宴の始まりでございます。いきますよ、天寿も踊れ、ステップワンツーで、みんなで一緒にラーメン、ラーメン。チャンスもメンマーもみんなでバーディーナイト、どんな夜でも食べまくれ、醤油ラーメン、味噌ラーメン、味もいろいろめっちゃあるけど、鶏ガラスープに豚骨スープも、麺類みんな兄弟仲良くね。いい、それでは皆さん、ロングロング拳タイムです。声出して、はいはいはい、いいですね、いいですね、その調子でどんどん続けてください。まだまだ続けてくださいね。この先もガンガン声出していきましょう。一生懸命、今夜はパリナイト、ほらみんなで踊らない。あ、ラーメンパリナイトは始まったばかり。チャーシュー、あんちゃま、メンマも、みんなも、大人も子供も食べまくれ。さあさあ会場の皆さん、まだまだ足りないですよね。もっとラーメンって叫びたいですよね。替え玉欲しいよな。欲しい。参りましょう。ラーメンパリナイト、みんなで一緒にラーメン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 、みんなで一緒にあくまで踊れ、ステップワンツーで、みんなで声出す。
ジャングリマンはてラーメンパンリナイで抜け無視して飛び跳ねろ橋も手をドレステープワンツーみんなで一緒にブレンゲもマンはてラーメンパンリナイどんな時でも食べまくれ叫べラーメン日本ジャグルありがとうありがとう皆さんもっと声出してこぜフワイフワイさあ最後だぞそんなもんでいいのか今日だけは今一番私が俺が声でかいそうだろもっと声出してフワイフワイフワイありがとうセイキューシゲシッチンでしたフワすげえすげえすげえありがとうございます、しぎしじん、今日は本当に最高の一日になりました。ありがとうございました。皆様どうぞ、素敵な歌を披露してくれたしぎしじんさんに。え、待って、2億とかだって、我が輩。え、3億くらい持ってない？え、えぐい？え、えぐい、えぐい？あ、これ出るのか？そろそろ、夜明けも近いので。えぐい？めっちゃ良かった最高かったありがとうございまし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 たありがとうありがとうありがとう最高皆様ありがとうございますお忘れ物のないよう気をつけてお帰りくださいませこれちょっと、はい大丈夫。皆様、スーパーショットで言っちゃった今。どうぞお気をつけて。お帰りくださいませ。お前ポラで怖。会場にてグッズ販売を。ポラでめっちゃ怖い人や。みんなで最後ありがとうって言ったよ。やっちゃった。ミスだ。お気持ちの方をたっぷりとお見込みをお願いします。歌あんな可愛いから。大丈夫大丈夫。お前の最後まで。まったく。そう。ちょっと一旦計算するざっくりもう分かってはいるんだけど、えぐいかも。そんなもらったの。ちょっとまずいですね。で一応まあ3億増えてくから、ID 教えて。ID50。どうぞ。受け取ってください。いや多くない？多すぎだよ。ナビ、お前がいなかったら我が輩は出れてなかった。え？本当は全額渡したかったんだが、ちょっとくれ。それはさすがにだって歌ってるし練習もしたし、うん、いや半分でよかったよ別に。いやいいのよいいのよ、お前金ないでしょ多分。金ないやっぱりプリズン行ってるし。ああなんか聞いたわ宮城からさっき LINE で。そうプリズンばっかり行ってるから3回も行ったから今日。金ねえと聞いたからもうそれでプリズン代になるだろう。ありがとう、これでまたセクハラできるわいっぱい。座標ずれないよね座標ずれないよね本番が一番ベストバウトだったよ。いやマジでね、よかったわ。ノビさん、お疲れ。ああスパさん、お疲れ様です。あお疲れ様です。初めましてですね。初めましてですね。キャプテンはギョイモズ。どうもどうも。あのシモンさんと同級生の。あなんか聞きました。長谷の同期かなんか。あそうですそうですそうです。あの仲良くさせてもらってます。よろしくお願いします。お聞きしました。ニションさんとちょっとお付き合いされてるそうで。あそうです。一番この町で一番熱いカップルです。マジっす。いやでもね三匹の歌はね聞いてて分かりましたよ気持ちが。あれ我が輩じゃないですよ。あれ大脇さんって人だ。あ今日あの別人か。マネージャーで。そう。あれ別人だったの？別人かなんだ。我が輩だよ。早っせやんな言うの前気づかなかったでしょ気づかなかった